岩下栄一は、日本の政治家。自由民主党所属の熊本県議会議員。元衆議院議員。熊本市立大山中学校、熊本県立熊本高等学校を経て、早稲田大学を卒業し、同大学院修了。その後、日本学術振興会に勤務。1972年、河野洋平文部政務次官の秘書を兼務。1976年、 河野洋平を支え、新自由クラブ結成に参画。全国遊説部長、政策委員を務める。1979年、熊本県議会議員選挙発当選。1983年、河野洋平の秘書に復帰する。1985年、国務大臣科学技術庁長,長官秘書官。1987年、熊本県議会議員選挙当選。 1991年、熊本県議会議員選挙当選、提供大学講師、熊本音楽短期大学講師。1995年、熊本県議会議員選挙当選、同議会副議長就任。1996年、第41回衆議院議員総選挙熊本一区出馬も、時点で落選。1998年、細川森弘の議員辞職に伴う、 第41回衆議院議員総選挙補欠選挙で、細川の秘書で後継の松野来宮を破り、初当選。2000年の第42回衆議院議員総選挙と2003年の第43回衆議院議員総選挙落選。2004年、岩下政治経済研究所設立。2005年、近畿大学講師、自由民主党中央政治大学院教授。二千八年、 政党などの推薦を受けず、熊本県知事選挙に出馬したが5人中裁会で落選。2010年、長崎国際大学講師。2011年、熊本県議会議員選挙熊本市選挙区に無所属で立候補し5選。自民党会派に入会。2015年、熊本県議会議員選挙熊本市第1選挙区より、自民党公認で立候補し6選。 2019年7戦ありがとうございます。